さあ皆さん、3回戦だ。盛り上がってきましたな。この戦いの勝者が決勝戦でティバルと伯爵その人と対戦する。フィネアス対リビアのゲーハルト。ウィッチャーとは戦わん。つまりこの対戦を棄権すると。では勝者は。待て、棄権などしない。シラミのようにひねりつぶしてやる。お互い相手にとって不足なし。ルールをお忘れなく。魔法禁止、喧嘩も禁止。始めろ。イカ様だ、ウィッチャー目。その悪魔のような目をえぐり取ってやる。間違いを犯したな。英雄は特別料金でしてあげてみたの。店長がダメだって。いや、ごめん。
いい戦いだった。勝利を祝福しよう。はじめは衛兵を呼ぼうと思ったのだが。いや、自分で片付ける方が早い。では決勝で会おう。正直言ってこの結果は予想外だった。実際他の選手に大金をかけていてね。別のゲームも行われてたわけか。始めよ。素晴らしく楽しい戦いだった。賞金は君のものだ。泥棒だ。賞金が消えた。衛兵が刺されてる。え、一体どうやって。誰も外へは金を持ち出していません。出るものは全て調べました。いつ。建物の中を探すんだ。外に出るものは全て取り調べろ。ちなみに私じゃないわ。だろうな。予想外の事態だけど、約束は約束。一緒に賞金を取り戻しましょう。そうしよう。どこから探す。上の階に行かなきゃ。待ってて。ねえ、このウィッチャーさんはハッセン隊長のご友人で、現場の調査を格安で引き受けてくれるわ。格安で。しかし。もちろん代金は隊長さんからいただくわ。先週お怪我されたけど、もう回復なさった。ええ、そう聞いてましたが。よかった。さあ上へ行きましょう。
次に隊長にお会いになるときはどうか私のことを。ありがとう。もう行っていいわ。ウィッチャーは仕事中に邪魔されるのを嫌うの。うん、わかりました。うまくやったな。隊長知ってるのか。ええ、最低な男。さあ仕事よ。妙な角度からの攻撃だ。この正確さは手だれだな。テラスの方へ重いものを引きずったようだ。石弓の矢か。縄につながっている。切られた跡があるな。泥棒がそれを使って賞金の袋を下ろしたのかしら。共犯者が下で受け取ったのよ。ふん、下に何かあるがよく見えないな。犯人は参加者の誰かだな。金を縄で下ろし自分は堂々と出て行った。うん、計画的犯行ね。犯人を追跡できそう？まだわからない。外に出て手がかりを探してみよう。矢に結ばれていたのと同じなのだ。周りを調べてみよう。この匂いはどこからだ。シナモンか。変だな。何か匂い？焦りは失敗を招く。木箱だ。犯人の荷車から落ちたんだな。泥棒のものだと分かるの？下に石弓が隠してある。大してスパイスの効かない冗談だな。無駄口を叩いてる場合じゃないわ。このギルドの紋章には見覚えが。ゼリカニアから香辛料を輸入している貿易会社ね。倉庫があったはず。港のこちら側の一番北よ。そこで会いましょう。いいだろう。変な野郎だな。中には6人。扉は開けられなかった。他の入り口を探そう。お前はいい船乗りになれるぞ。船酔いで吐かなきゃ。通るテストはどうだったんだっけ。
宝天使屋はどれだ。背の高いのだ。変装ごっこは終わりよ、チュル。賞金をもらうわ。変装ごっこ？それはこっちのセリフだ。最初から気づいてたぞ、お嬢さん。一人で追ってこなかったのは予想外だったけどな。そいつに正体を明かしたのか。まだか。聞かせてやるといい。きっと喜ぶぞ。ほら言え。出ないと宝天使に指を折らせるぞ。どういうことだ。私がキノコ農家というデタラメにマダムサシャはまんまと釣られたのさ。もっと慎重になるべきだったな。さて、お前がどこの密偵か喋ったらどうだ。それとも悲鳴と一緒に言うか。彼女を離せ、後ろに下がれ。誰かそいつを捕まえろ。目にもの見せてやろうぜ。よくやったわね。彼だとは思わなかった。あっちは私に目をつけてたみたいだけど。ハーフリングは理解しがたい。とにかくうまくいったわね。さあ賞金を分けましょう。そういえば俺が大会で優勝した場合何か提案があると言ってたよな。その話はなし。二人で取り返したんだから山分けするのが当然でしょ。そうだ、キングフィッシャーで食事でもしましょう。私のおごりよ。ドビグラドで最後の日の記念に。金が必要なのはニルフガードに戻るためか。何もかもお見通しなのね。話し方からわかる。あらそう、他の仕事を探した方がいいかもね。ドビグラドは悪くないところだし。だから密偵になる前は何を。もう思い出せないわ。でもこれからはカンタレラと呼んでね。それが本名か。ええ、多分ね。喜んで。その青い目の娼婦は男の妹だったが男は信じなかった。あら、まあ、男に頼まれてまた女の元へ行ったら。素敵なお話ねえ、2階へ行かない。その話の最後を実際に見てみたいわ。いい考えだ。もう行ってしまったのか。